お、コーラさん。はい、こんにちは。ロボットのぞみのスゴ技 TV へようこそお越しいただきました。この番組はですね、すごいものだったり、すごい技だったり、すごい何かだったり、いろんなものを紹介するんですけれども、今日紹介するこのスゴアイテムはこちらです。普通のお水を注ぐだけでジュースみたいになっちゃう魔法のカップというフレーバーカップ。しかもなんかコーラって書いてあるんですけど、これもしかして水がコーラの味に変わるってやつなんじゃないですかね。ここにはね、ジュースよさようならって書いてるんですけど、ん？これジュースにするんじゃないの？ジュースここでさようならしちゃってるけど、普通の水を注ぐだけでジュースを飲んでいる感覚になれる不思議なカップ、新開発のフレーバーを配合し香りの錯覚を起こします。なるほど、じゃあちょっとね、一回開けてみましょうか。とりあえずタタタタタン、これただの水です。水です。コーラになっているのでしょうか。やってみたいと思います。あ、コーラさん、めっちゃコーラ。なんか飲みたいな。あ、なんか飲む？あ、うん、なんかあんのって言って、で、あ、はい、これって言って、あ、ありがとうって言って、あ、この人コーラ渡してくれたんだって。水水めっちゃ水、水です。ただその瞬間まではコーラに思ってます。だからこれね、こうやって自分で効果を入れないといけないですね。このシューっていう炭酸のね、水です。まあという感じでね、魔法のフレーバーカップでした。じゃあそれでは次の、スゴ技 TV、ロボットのぞみのスゴ技 TV でお会いしましょう。ありがとうございました。これ多分ね、この1000円のフレーバーカップで、10本のコーラが買えましたね。